ルカによる聖福音。その時主は他に70人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは、狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も、袋も、履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まず、この家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願い平和をはその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられるなら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。兄弟たちよ、教会はこの素晴らしい福音を私たちに与えてくださいます。狼の群れに子羊を送り込むようなものです。あなた方、私たち、キリスト者は、狼の群れに子羊を送り込むようなものです。考えている意味は、簡単に言いますが、狼の群れの中に使わされた子羊。食べられるでしょ。もう、10秒で終わり。この子羊は。その通りですね。兄弟たちよ。その通り。この子羊はキリストです。この狼の群れは私たち。私たちの家族、私たちの町、私たちの団地、私たちの共同体と言ってもいい。私たちのグループ、友達のグループ、友人の団体、私たちの、親戚、私たち、狼。狼はもう耐えられないでしょ。苦福を感じて、もう本当に、もう、いつもお腹ペコペコと言いましょうか。いつも食べなければならない。ね。もう、狼はすっごい、激しいでしょ。すごく激しい。だから、私たちが、今日、毎日、その、私たちの目の前に現れる歴史に、入るのは、やっぱり、子羊のように、兄弟たちよ、私たちが狼であると、いうことを認めない限り、そして、狼であると、相手を傷つけた、相手を、なんか、食べてしまいました。殺してしまいました。相手の名誉を汚したこと。相手のことを自分を満たすために使ってしまいましたと。いろいろな私たちの罪。狼のような罪。いつも、この欲望に、基づいて考え、動く、行う。
その欲望に動かされている私たちが、クリストに愛された、その経験がない限り、なかなか私たちが今日の福音を果たすことはできない。私たちには果たされない、考えられないことです。それは宣教師、もちろん、いつも宣教師、あるいは人たちのための福音として、聞きましたでしょう。でもそれだけではない。みんな、なんかカテケゼをしたりするとか、旅人のような形で生きることではないでしょう。毎日毎日、学校行くときには、家事をしたときには、買い物を行ったときには、お母さん通して、お父さん通して、主人通して、奥さん通して、子供通して、もちろん神父通してけど、キリスト者通しての生き方はこれです。いつも私たちがキリストを述べ伝えるために使わされているものです。いつも、どこでも、どんな状態にも。でしょ？けど、私たちの生き方は、不安の中に生きるようなものである。もう、お金なし、机なし、支えるものが一つもない。人間的な理性も使わないというか、計画を立てない。毎日、毎日、その日に、そのまま入ります。裸で入ります。本当に裸。もう自分を守らず。こういうことは、子羊のように、子羊のようなものです。安全なし。安定なし。狼である私たちの周りの人たちの、その群れ、つまり、一人一人との関係に送られたものです。子羊のように送られたものです。自分を守ることはできない。一番弱い人、最後のものとして主人と話す。主人よりずっと下に置かれている奥さんとして話す。行う。態度を通る。ひどいでしょ。噛まれるでしょ。食べられるでしょ。もちろん。殺されるでしょ。もちろん。けど、キリストは、それを私たちに対してします、してくださいました。キリストが私たちを愛するために、あるいは、私たちに自分の愛を届かせるために、子羊のような形で、私たちに近づかなければならない。狼である私たちに近づかなければならなかった。今日もそうです。ミサの中では、これは神の子羊。その食卓に招かれたものは幸い。その食卓、子羊が自ら自分を私たち一人一人にそのまま与えられ、狼に噛まれられ、狼であるあなた、狼である私に食べられます。キリストが私たちの幸福、私たちの乏しさを満たすために、自分を与えることが必要だ。最後の一滴の知恵の一の一滴まで。彼がすでに分かった。この世に来られた時にはそれを分かった。ほふられた子羊のように、私たちを救うために、私たちのために命を捨てました。こういう経験があると、一つのことを分かる。教会の中ではね、感謝の祭儀を立てた時には、感謝の祭儀に参加していたときには、御言葉を聞いたときには、兄弟と一緒に歩むときには、私たちはこれを経験します。で、経験することによって一つのことをわかる。私、アントネロを救う方法は一つしかありません。私たちのために命をかける。私の罪は、キリストまで届かなければならなかった。で、罪がキリストの肉に届くと、キリストを殺す。そうでないと、私たちの罪が許されません。この経験があるからこそ、私たちはキリストの体として、キリストの前に、の先に、使わされる。私たちは、何の心配ない。心配がありません。
私たちはただ狼の群れに使わされている、子羊のように、主人が私を殺す殺す、私のことを侮辱する侮辱する、キリストの愛があれば、キリストの愛があなたを満たせれば、キリストがあなたの中に生きているならば、あなたが震えながら、もちろん震えながら、苦しみながら、悩みながら、痛みながら、命をかける。そしてすぐキリストが来ます。そして天国が、天の国が近づいていると述べ伝え。それです。あなた方において、あなた方のうちに、この天国が現れるから。その門があなたです。で、キリストがその門を通り、主人、奥さん、子供などに、あなたの後、来ます。そしてその人を救う。その人を許す。その人を復活させます。でもあなたが大切。あなたの肉が大切。キリストの肉ですから。キリストの肉であるから。それです。宣教はこれです。教会の生き方はこれです。あなたの生き方はこれです。どこにいても、どこに、置かれていても、キリスト者は子羊です。子羊であるキリストのうちに子羊です。手を広がる。他の方法はありません。考えても無駄です。いや、別の方法があるんじゃないかな。ない。ない、巨人たちは。ない。主人と、いくら話していても、話す前に、あなたは子羊のような態度を取らない限り、その話は無駄です。説明していても、子供にいろんな説明をしていても、恋人にいろんな説明をしていても、その親戚に、その兄弟に、無駄です。子羊のような態度を取りながら、説明することができます。どうして？愛の説明です。無償の愛、無限の愛であるキリストがあなたのうちに現れ、すべてを説明する。何の説明？神様があなたを愛しています。いやいや、でもこれこれ。神様があなたを愛しています。だけです。この愛、必要ですか？この愛が必要であれば、まだ話そう。あなたが多分これで間違っています。これをした方がいいんじゃないか。そして厳しくも話すことができる。お父さんならばね、あるいは、テキスト、あるいは、神父とかね、厳しくことができる。話すことさえもできます。けど、子羊のようにね。子羊は厳しく話さないわけない。けど、子羊が厳しく、時々話すことはできます。けど、すでに、その態度を取る。ならば、できる。取らないと、その厳しさは、何ともならない。すぐ、抵抗。相手は抵抗します。いやいやいや、いらない。なぜ？あなたは彼と一緒です。彼女と一緒です。だから、キリストが現れない。しかし、あなたの弱さの中にはキリストが現れると、子羊、本当に弱い、弱い。あなたであるあなた、弱いである私にはキリストが現れると、すべてが変わります。だから、出すものがすべて食べます。良いものも悪いものも、つまり、罪さえも、背負います。その家族、そのあなたの相手があなたの前に、あなたがそれを食べるためのなんか悪いもの、罪文句、侮辱、軽蔑、出すならば、それを食べます。出せば、すべてが、これあなたの報いです。え？そうです。あなたが相手は作った、その食事を食べるならば、あなたが最高です。何でも食べられます。どうして？あなたの霊的な、意は強いです。すべて食べられます。すべて消化することはできます。軽蔑も、これはクリストと共に生きる人だけです。できる。自由な人、解放された人だけ、そういうふうにすべてを背負うことができます。でもこれが素晴らしいんじゃないですか。天の国の味見です。あなたはこの味見です。あなたの中には、この世と違う考え方、生き方、話し方、その全然違う態度、
この世と全く違う態度、謙遜な態度、子羊の態度があなたに現れると、あなたがもう天国に入っている、すでに入っているという印です。だから天国に入ったらあなたには乏しいことがない、必要なものはない。クリストがあなたを満たす、あなたを満腹する、わかる。だからその満腹であるから宣教に行きます。その日にちに入ります。キリストと共に教会の中でキリストを祝う、御言葉の祭事、感謝の祭事など祝っていただいて、キリストと一体となって一日一日の自生活に羊のように入ります。良い日を。